どうも皆さん、今回はバレないマンというゲームをやっていこうと思うんだけど、前にバレずに生きるっていうゲームやったんだけど、制作者が一緒だからおそらくバカゲーだと思う。バカゲー好きな人はチャンネル登録高評価お願いします。ねえ、キスしよう。しよう。バレないバレない。もう唇やる気満々。少年は初めて男を試されていると確信した。バレるとシス。しかし逆に成功したら男、いや男になれる。バカだろ、自分の世界入りすぎ。バレないようにキスして。こっちは絶対に選んじゃダメ。あー、誘導してるね、ガタンゴトンで。じゃあ正解はこっちなので新聞紙で。あ、違う、新聞がめくれた。恥ずかしい。めっちゃ恥ずかしい。周りからからかわれてるけど、この人だけ下心。じゃあガタンゴトンにしよう。正解、電車が大きく揺れた。その隙にチュー。いや難しいだろ、男の人倒れるくらいに揺れなんだろ。前歯同士当たって歯折れるんじゃないの。しれっとエロ本解体。これ男子あるあるだ。レジに持っていくとき勇気いるもんな。でも一回買えばすぐになれるよ。女の人と男の人。さすがに女の人持ってったら恥ずかしいから男の人で。ダメ、君未成年だろ。だってクソ真面目な店員だった。真面目かとして指さすな。じゃあ女の人か。嫌だな俺なら。他の本と紛れさせたら気を使ってくれたみたい。よっしゃ、優しいお姉さん。いらない他の本も一緒に買わないといけないから、エロ本を買うのって大変なんです。俺全然満足してないのに寝ちゃったよ。おお、絶賛ムラムラ継続中か。このテンションじゃ寝れねえな。動画と漫画、すんごい好みの問題だと思うけど、俺なら動画で。やば、マナーモードじゃなかった。音量大きすぎんぞ。じゃあ漫画か。エロ漫画なら音も出ないし、こっそり抜ける。抜けるとか言うな。布団の下でコスコスすな。言ったふりしたけど満足できない。おうおう、今度は嫁がムラムラ継続中か。終わった後の男あるある、ナスビとマッサージ機。やっぱりマッサージ機を使うべきだと思うんだよね。いっちゃえ。電話の音がでかくてバレた。夫はプライド傷つけられてしょんぼり。せっかくマッサージ機って隠したのに、トレードに言うな。旦那もそんぐらいで泣くな。もっと勉強しろ。じゃあナスビか。おいおい、このナス何に使うんだ。まさかそれでやらないよね。ちょうど立派なナスがあったのよね。やっちゃってる。こんなところにキスマークが。隠さなきゃ。年頃のカップルか。盛り上がりすぎちゃったか。バレたらこれ恥ずかしいもんな。女の人と絆創膏。絆創膏で隠してるやついたわ。でも首筋に絆創膏ってちょっと不自然だよね。虫刺されがひどくて、なんちゃって。ごまかせたな。友達一応気にしてる。やばい、パンツ履き忘れた。そんなことあんの？パンツ履き忘れるとかってあんの？履き忘れるってことは、この女性、裸族だ。ペンキとガムテープ？ペンキ塗るとかありえないから。そんなことするやついんの？なんでガムテープでスカートを固定しよう。ガム手で前張りなんて、チラ見した時点で怪しすぎ。上に貼るのか。剥がすとき大丈夫？毛とかこう一緒に剥がれたりしないの？スカートからチラ見してガムテープ見えたら、そりゃこんな顔になるわ。じゃあペンキか。それっぽくさえ見えればバレない。ボディーペイントしてる。しかも際がうまい。でもお前、お尻かぶれんぞ。女子水泳部の着替え、見ようぜ。思春期の男子がよからぬこと考えてんな。もう顔がスケベ。剣道の防具とスカート。これは変装しかないだろう。助走しよう。助走してもすぐバレる。すね毛ボーボーだし。ちょり甘かったか。ボーイスの番人登場。てかその服、どっから取ってきたんだ？じゃあ剣道の防具で。道着を着て更衣室間違えればバレないバレない。いやバレんだろ。女子だし隠してるし、顔もバッチリ見えてる。これで本当に成功したら道着バカ売れだな。絶対ブリブリ聞こえるじゃん。うんち出そうなのか？
これ俺も経験あるな。ブリブリ聞かれたらほんと恥ずかしいもんな。電話と流すやつ。俺は水流してた。みんなも絶対そうしてたと思うから、水の音でごまかそう。水でジャーよりもブリブリの方がでかかった。恥ずかしい。どんだけでけえへいこいてんだ。友達ドン引きしてんぞ。じゃあ音楽で消すのか。スマホで学校のチャイム音鳴らしたらみんな走って出てった。授業の鐘の音鳴らすのか。いやそれ無理だろ。ごめん、ナプキンちょうだい。俺は女子あるあるなのか。てか男子それ何してんだ。このポーズ今若者で流行ってんのか。ハンカチと制服。ハンカチで隠してみるか。ハンカチで隠してたのにポロ。バカ男子に冷やかされた。それは自分のせい。お前も興奮すんな。じゃあ制服か。制服で隠しつつささっと渡すのがルールよね。さりげなく渡してんのわかるけど、怪しいもの取引してるにも見えると。やば、お腹鳴りそう。これ学校昼休み前あるある。たまにお腹鳴るやついいんけど、みんなに笑われるよな。椅子と手のツボ。手のツボやってた。めちゃめちゃ押してたからツボで間違いない。お腹の音を抑えるツボ全然効かないじゃん。あれ迷信なの。俺マジで信じてやってたんだけど。じゃあ椅子か。椅子で何すんの。椅子でギーギー。これでバレない。バレないとかじゃなくて普通にヤバいやつ。髪染めたのバレないようにしなきゃ。弾けたくなる年頃来たか。診断書と海。診断書持ってけば間違いないだろ。余命1年だから見逃してなんて嘘はすぐバレる。嘘下手だな。内容が薄すぎんだろ。じゃあ海にでも行くのか。日焼けと海の健康的なアピールで OK もらった。ゴリゴリの体育会系の考え。日焼けだけで髪の色ってそんな変わんのか。化粧禁止だけどメイクしたい。年頃の女子の悩みだ。もう先生にマンマークされてる。てか化粧派手だな。マスクとサングラス。サングラスで目元隠して突破しよう。そもそもサングラスが NG なんよね。ほほほ。そりゃそうだ。先生強そうだな。じゃあマスクで。マスクにボサボサ髪で体調超悪いアピールしたら切り抜けられた。そこまでしてメイクしたいか。ボサボサ髪は気にしないのに顔は気にするんだな。彼のスマホ見ちゃおう。あーやめとけやめとけ。きっと良くないことが起こんぞ。彼女の顔が悪い。何か企んでる。指紋認証と顔認証。顔認証って寝顔じゃダメだろうから指紋認証で。寝てる彼の指をお借りします。やり方雑。お前そんなことされてるのに起きないのか。ママに見張られてるけどゲームやりたいよ。教育ママ発見。すげえ量の参考書だな。まず目の前のスマホを片付けろ。トイレの中とこたつの中。こたつの中はすぐに見つかりそうだからトイレにこもろう。トイレならバレないバレない。まだなの。うんか、これいけそうだよね。でもその作戦何回も使えないと思うよ。やば、ゲップ出そう。我慢だ。目の前の男の子に嫌われてしまう。ハンカチと極飲み込むんだ。俺なら出てきたところを全て飲み込む。牛乳で押し込もうとしたら逆流した。最悪だ。逆流してるけど鼻からも逆流してる。鼻から牛乳。じゃあハンカチで受け止めるか。ハンカチで押さえて小さくゲピース。そんなの自分のさじ加減次第だろう。女のおっぱい見たい。姉ちゃんのでもいいから。そんなに見たいのか。性への欲望爆発してんね。脚立と電気。脚立で見るのは大胆だから。暗闇に紛れてチラ見だ。電気消して暗視メガネかけても正面からそれは怪しすぎ。そんなものまで用意したの。お前レンジャーか。お姉ちゃんもよく気づいたな。じゃあ脚立で。脚立無理なんじゃない。これでいけんのか。成功法で覗くのが一番。お姉ちゃんなぜ気づかん。もろガン見してるから気づくだろ。てか風呂の窓鍵かけてないの不用心だよな。本日はここまで。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。またねー。